Halo teman-teman, kembali lagi ke channelnya Om Uzo. Ya, di sini Om Uzo bakal bagian sebuah klip ya, di mana Ultraman Taro berubah menjadi bocil teman-teman, dan dia akan melawan Ultraman Belial ya. Jadi bisakah dia melawan Ultraman Belial dalam kondisi seperti itu? Ya, so kita langsung lihat aja guys, kayak gimana videonya. Let's go guys. タロウ先輩。まよ。タロウ先輩、しっかり。母さん。母さんって、もう泣くな。ウルトラマンゼロ、お前も弱虫の子供にしてやる。あれ、電池なくなっちゃった。まあいいや、足でまといが一緒でどうやって戦うかな、ウルトラマンゼロ。太郎先輩、離れてください。やだ、これじゃ戦えねえよ。約束する、絶対お前を守るから離れててくれ。久しぶりだな、ウルトラマンゼロ。てめえはベリアル、生きてやがったのか。やっべ、ベリアルだ。なんだお前、今年のウルフェスは俺が主役だぞ。やんのかこら。ダメ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 、勝てませんから。空気読んでください。じゃ、我々はこの辺で。なんだこら、なせー。なんだガキのおもりか、つまらねえな。よーし、僕だってストリーム光線。なんだチビ、お前もウルトラマンか。そいつに手出すな。ありがとうよ。しかし困ったな、このままにはしておけねえし。心配はいらない。ウルトラの父。母さん。おやおや、すっかり甘えん坊に戻っちゃって。ありがとうゼロ、君の偽物は取り逃がしてしまったが、闇から蘇った者たちは消滅した。君のおかげだ。俺の偽物だ、いい度胸してるじゃねえか。母さん、このおじちゃんはウルトラマンゼロって言うんだよ。おじちゃんじゃねえ。ないでございますよ。太郎は私たちがウルトラマンキングのところへ連れて行く。明日には元の姿に戻るだろう。Nah, gimana teman-teman? Seru banget kan Ultraman bocil Taro melawan Belial ya. So, kalau kamu suka video ini, jangan lupa like dan subscribe channelnya Om Uzo. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! 男と男の約束。